クララ・マクチェスニーはアメリカ合衆国の画家である肖像画や風景画を描いたカリフォルニア州のブラウンスビルに生まれた父親がオークランドの高校の校長になりオークランドに移ったサンフランシスコの美術学校でバージル・ウィリアムスに学んだ後ニューヨークに移りアートスチューデンツリーグなどでハリー・シドンズ・モーブレイやジェームズ・キャロル・ベック・ウィズに学んださらにハリに渡り アカデミーコラロッシでギュスターブ・クロード・エティエン・ヌ・クルトワに学んだ。1893年のシカゴ・バンコク博覧会に水彩画を出展してメダルを受賞し、1900年のパリ・バンコク博覧会の展覧会に出展し、サンフランシスコの新聞、サンフランシスコ・コールはアメリカの芸術家も外国人の芸術家もマクチェスニー、ジョーはアメリカ随一の女性画家と評したと報じた。 1904年のセントルイス万国博覧会にも出展し、銅メダルを受賞した。アメリカを代表する女性画家のエリザベス・ナースとは同世代で友人となり、ナースに関する著作も言った。ありがとうございます。